こんにちは、ソッカー塾の夜のね、放送の方をお届けしようかと思います。ソッカー塾の久保です。今日のテーマは、非常にデリケートな問題なんで、慎重に言葉を選びながら行こうかと思うんですけども、話半分ぐらいで聞いていただければ一番いいかなと思います。それはですね、ビジネスの限界という話です。特にですね、個人でやるビジネスの限界の話をさせていただきます。私もですね、アフィリエイトのプロとして、そして転売もね、コンスタントに5年間やってきた身。それから投資は最近は投資を始めて、投資もプロフェッショナルに入っていこうかなとする入り口で振り返って申し上げます。今ね、アフィリエイトってものはほとんどの方にはもう向かなくなってきてるか、できなくなってきてるんではないかなと私は感じてるんですよ。これは以前もお伝えしましたけども、アフィリエイトってのは要するに自分のメディアを作って、そこに誰かの商品を紹介して、で、売上の一部をいただくという仕組みなんですけども、多くの方ができないよというのはですね、まずはユーザーさんの問題ですよね。アフィリエイターさんの問題なんですよ。まずはアフィリエイターさんが、自分のメディアを作るのがものすごく苦手という面があります。自分のメディアが作れない、集客するような媒体を作れない、その前に挫折してしまう、やめてしまう、ネタがあまり良くない、こういうふうな三重苦を抱えたままアフィリエイターを目指すんで、なかなかですね、メディアっていうのができないんですよ。例えば私がやってるこのライブ放送ですけども、ここまでライブ放送して YouTube の再生数とかもね、数千とかいうのを最近は作れるようになってきました。で、チャンネル登録者数も2000人を超えてるんで、この YouTube というものとかライブ放送とか私のブログ記事メルマガっていうのを使えば、アフィリエイトの成功率は上がっていくと思いますし、販売する金額っていうのも、やっぱ月にですね、100万円とか200万円単位にはできるんですよ。できますし、実際やってきました。ただ私はこれをね、あまりやらないようにしてきてるんですよ。去年の今頃はだいたい300万ぐらいの平均で出てましたけども、今月はですね、ほとんどアフィリエイトやってないです。アフィリエイトはやってないんですけども、まだですね、以前やってきたサイトアフィリエイトとかメルマガアフィリエイトとか YouTube アフィリエイトの名残がですね、私の方にですね、数十万円単位の入金をさせてくれてますけども、でもペースはダウンしてますよね。メディアの数で言ったら私はもう万っていう単位で作ってます。万っていう単位でメディアを作って、それぞれに集客させて、60万、70万か分かんないですけどね。何十万という金額に、売り上げはなると思うんですよ。なると思うんですけど、じゃあ実際ですね、数千も作れないメディアを作れない人に数万というメディアが作れるかなってことと、メディアの中に搭載するネタがそれほど多くの方持ってるかなってことを考えたら、私はもうこれはね、やる方のマインドとかなんとかっていう、あやふやなこと言わずに申し上げますけども、ほとんどの方はこうするとできないんじゃないかなと思います。以前はできました。以前はそんなに競争率は高くなかったんですけど、参入者が増えすぎて、もうですね、数百っていうサイトの数では競争にならなくなってきたんですよ。少なくとも数千っていうレベルでいると。で、メールマガジンのリストとかも、数十とか数百っていうものでは全然足りなくって、万っていう単位で持ってないと、1日1000円の売り上げも立たないんじゃないかなっていうふうに感じてるんですよね。これは私が実際に自分で実績を作ってきた中で振り返ってみると、もうこれからはですね、アフィリエイトってのはそんなに、根性で乗り切れるもんではないんじゃないかなと、もう企業のものになってくるんではないかなと思います。個人がやってたものを企業が吸い上げて、企業が大きなですね、広告費をかけないとできなくなってきたという形なのかなと思ってるんですよね。そして転売なんですけども、転売もですね、参入者が増えすぎてですね、スマホアプリってものがすごく便利になってきましたので、誰でも出品できるわけですよ。そうなると、販売する人の数の方が圧倒的に増えてきてですね、購入する消費者さんっていうのは、無理な値引きでもどんどん要求してくるようになってきます。そして、原価を割るようなサービスとか、アフターフォローとか、クレームとかリターンっていうのを要求するようになってくるんですよね。で、ノークレームノーリターンを前提にする人は基本的にもうお客様から支持されなくなってくるんですよ。で、こういうところを捉えると、転売で稼ぐことっていうのも、非常に難しいというか、ほぼ無理なんではないかなと私やりながら思ってます。こんばんは、川上さん。もちろんですね、一部の方はそれをくぐり抜けて、成り立たしてる方はいると思います。あ、秋さんこんばんは。ただやっぱりですね、税金で控除される面とか、それから労力とかね、その、転売行為に、囚われてしまう意識とかを考えると、もう多分ね、これは、コンビニかスーパーかわかんないですけど、そこにパートに出た方が、多分すごくいいような気がします。なぜなら5時間の勤務をした人っていうのは5時間以上は拘束されないからなんですよ。ただ転売でたった1時間で売り上げこんだけ立てましたって言っても、それを仕入れるために使ったリサーチの時間っていうのをトータルで考えてみると莫大になりますし、そしてお客様に商品を届けるために、
まあ、引っ越し屋さんじゃない、ヤマト運輸とかね、佐川とかに行って持ち込んで行ったりとか、梱包したりとか、梱包資材をいろいろね、手を尽くしてみたりとか、手紙を入れたりとか、それからまた新規さんを集めるためにスマホをポチポチするってことを考えると、拘束される時間と意識がもう並大抵ではないんじゃないかなと思いますよ。で、それで月間で、まあ、10万でも売り上げっていうかね、利益を取れればいいですけども、10万の利益取るのって本当はね、正直に申し上げて、私はですね、もう、できてないんじゃないかなと思うんですよ。例えばですね、あらりで 20% を取るような、こんな優秀なセラーさんでもですね、転売屋さんでも、20% の、利益率を維持しながら、月収で10万取ろうと思ったら、50万円の仕入れをしなくてはならないんですよ。月間で。じゃあ50万円の仕入れ金額を払えるかっていうところに来ると、ほとんどの人がもう払えてないんですよね。ということは、月間で 20% の高粗利で10万円の現金利益を手にする人っていうのは、これ現実にはいないというね、ことになってしまうのかなと思います。で、まあこれも悪い方法ではないんですけども、コンサルという形で人に指導する指導料でもって売り上げを立てているという現状もあるのかなと思いますよね。ただやっぱり冷静に考えていただきたいのが、転売する人がコンサル料に10万とか20万払ったら、もうすでに転売する資金なくなりますから、できないと思いますよ。そういったことを捉えるとですね、本当上手にやっていかないと、アフィリエイトってのはほとんどもう、私のレベルで判断するとも、私がやってきたレベルで正確に判断させてもらいますけども、ちょっと無理ですね。こんばんは。すいません。放送が途中で切れてしまいまして、電波状況が珍しく悪かったのか、もしくは私の今、痛烈なことを言いましたんでですね、誰かから妨害電波が入ったのかもしれませんね。ちょっとね、言い直します。クラスさんこんばんは。っていうところからですけどね、いつも見ていただいたみたいで本当ありがとうございます。もう私にアフィリエイトをこういう風にやったら儲かりますよみたいに持ちかけてくださる方、すいませんけど本人の方が気づいてないのかもしれませんけど、その方法は完全にアウトなのばっかりです。それもちゃんと申し上げてやっちゃダメですよっていう風にお話ししました。お話ししましたけども、私が断るとその方はですね、他の人に持ちかけて他の方とやってますよね。要するにアフィリエイトが何が悪で何が真っ当な方法かっていうことが分からない人と一緒にやっちゃうんですよ。非常に悲しいなと思います。そういう意味でも私はもうちょっとアフィリエイトはね、せっかく毎月毎月莫大な利益を運んでくださってるんですけども、私の方には。ちょっともう一線を画すというか、少なくとも私はもう人にアフィリエイトの指導を有料ですることはもうありません。教えるとしたら無料でやります。無料でもう全然やってもいいんですけども、多分ついてこれませんね。相当大変ですよ、もう今の時代。この2017年とか2018年からアフィリエイトの業界に参入しようと思ったら、自己アフィリエイトですら10万円稼げないと思いますよ。もうそういう風になってきてるんですよ。アフィリエイトってのは参入者が多くて広告費がもうないんですよ。広告費がない。要するに売上の限界っていうのがあるわけですからね。顧客の数以上に売上ってのは立たないですから、そういうことを考えてみると、市場がそんなにあるわけないんですよ。そういう風にね、思考を働かせていただくと、まあ、きちんとアフィリエイトっていうものもデータを見て、本当に成り立つのかなって考えていただきたいですし、まあ、それから、あれですよね。転売ですよ。転売もですね、言うほど稼げてない人ばっかりだと思いますよ。稼げないと思いますよ、もう転売ってのも。でもね、全然ダメってわけじゃないですよ。相当な、上手な、アプローチの仕方とか、集客の方法とか、リピーターの取り方っていうのを、ちゃんと編み出してる人は、ちゃんと転売で稼げてます。で、転売で稼げてるっていう人の、まあ、主な人がですね、転売のコンサル料で稼いでるっていうのと、まあ、置き換えてもいいんではないかなと思います。それも悪い方法ではないんですけども、実際にプレイヤーとしての売り上げっていうのは、そんなにないっていうふうなことをね、前提で、まあ、そういったコンサルとかね、塾っていうのに目を向けていただければいいんではないかなと思います。三田さんこんばんは。で、次はですね、投資系なんですけども、まあ、このね、シグナル配信による FX の、なんかね、エントリーの仕方みたいなのありますけども、これシグナルが上とか下とかね、こうやって買ってください、売ってくださいみたいなの出るんですよ。出るんですけども、最終的には決済なんですよ、これ。自分の、裁量なんですよね。上買うんですよ、売るんですよってサインが出ますけど、そのサインを見て、いくらを本当に買うのか、いくらを逆に売るのかって判断するのは結局プレイヤーさんなんですよ。だから、いくらシグナルが優秀なのが出ても、これで勝つことはできないんですね。で、勝つことができるとしたら、ちゃんと投資の勉強した方が、シグナルを一部の、参考にして買う、売るを繰り返せば勝つことはできます。でも、シグナルに任せっぱなしで勝つってことは、今のところ、誰もできてません。これはね、誰もできないんですよ。
もう一回言いますけども、絶対できないんですよ。シグナルで勝てるわけないんですよ。特にね、30万とか50万ポッチで買ったシグナル配信の、そんなツールでね、勝てるようだったら、じゃあヘッジファンドってのは何のためにいるんですかってこととかね。プロの FX トレーダーそんなもん使ってますかって話になってきます。30万、50万で勝てるものが手に入るわけがないんですよ。でも手に入ると信じさせるようなセールスをしている人が多いのも事実なんでね。オプトインアフィリエイトもそうかもしれませんけどね。オプトインアフィリエイトってのは、もう今はね、本当にひどいなと思うのは、その、元になる情報コンテンツが、信頼に値するものでない場合が多すぎるんですよ。で、しかもアフィリエイターもそれを承知の上で自分は紹介してるだけだからっていう言い逃れをですね、心に隠しながら、共謀してそれを買ってるんではないかなと思います。で、一部の方が、支払ってくださったね、その何十万っていう金額の積み上げの数千万とか、場合によっては億っていう金額をアフィリエーターさんと、それからコンテンツ販売者で分け合ってるっていうのが、まあ、現状なのかなと思います。もちろん、真っ当にやってるものもあるとは思いますけども、私はこれが真っ当ですって言えるほど、まあね、判断がつきませんので、そこはもう皆さんのご想像にお任せします。私はとりあえずオプトインアフィリエートを積極的に販売することは、もうないです。まあ、いろいろね、5000円とか1万円とか2万円とかって来ますけども、広告を出してくださいって言って、ちょっとそれはね、できないですよ。っていうのが、アフィリエイトの現状、あ、川上さんそう思いますか。アフィリエイト、オプトインアフィリエイトに関しましては、ものすごく信頼されてる人、そしてその信頼されてる方の情報発信に、ファンがたくさんいるところをめがけて、高額でやりませんかって来るんですよ。でもなんで高額になったのかって考えてみてほしいんですよ。それは、そのぐらいもうオプトを取る、メールアドレスの登録すら起きてないっていう現状があるから、まあ、この方、このアフィリエーターさんに任せたら、多分信頼されるようなコミュニケーションしてるから、オプトが取れるんじゃないかなっていうふうに見込んで、信頼発信をしてる人にオプトってのをね、お願いするケースが多いんですよ。で、私も去年そうだったんですけども、すごく報酬高いんで、じゃあ、すごいいい話なんで参加させてもらいますっていうのも拒否する選択はなかったですよね。で、拒否する選択肢がなかったんで、そのまんまやってましたけども、確かに私のね、メールマガジンって反応がいいんですよ。で、一本、何かね、例えば、1000円とか2000円のオプトインを紹介すると、30万とか40万って売り上げが立つんで、それでですね、私は、あ、結構オプトインアフィリエイトっていうのいいな。で、私もランキングのね、10位以内にグググッとすぐ入るんで、自分の育ってきたメールマガジンっていうものの、やっぱりね、素晴らしさってものを体感したんですよ。本当に自画自賛ですけども、よく誠実にメルマガ書いてきたな。だからこそ、広告を紹介してくださいって話も来るようになったし、嬉しいな、認められてよかったなって気がしました。ただ、1年間で5000人の読者さんを失いました。そして5000人の読者さんの、まあ、わかんないです。これは想像なんですけども、方っていうのは多分、そのオプトインで紹介される商品を買って、うまくいかなかったのではないかなと思いますし、うまくいかなかったっていうか、買わないまでも私に対して気持ち悪さを感じたんではないかと思うんですよ。というのは私はずっと広告抜きにやってきたんですよね。広告を全然せずにやってきたところ、オプトインアフィリエイトっていうのを指すと、オプトインアフィリエイトの売り上げがすごく上がるんで、それをね、一時期繰り返したわけなんですよ。そうなると読者さんバン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 減っていきました。読者さんが減る分には、私の記事が悪いのかなと思ってたんですけど、そうではなくて、多分、オプトインアフィリエイトの案件が、バックエンドとかがね、あまりにも悪すぎたんではないかなっていう気はするんですよね。で、アフィリエイターさん、どんなアフィリエイターさんでも紹介できないようなものでも、私はその時期で紹介できたんで、報酬も高く上げてもらったんですけども、その結果どうなったかって言ったら、私を信頼して私の記事が好きだった方が、私から離れていったというね、取り返しのつかないことが起きてしまったんですよ。まあそういうことでですね、私はちょっとアフィリエイトはすごく選ぼうかなと思います。ダイエット食品とかね、お茶とかね、まあポットとか、ああいった日常茶飯事使うもので、スーパーでも売ってるようなものと同等の価格とかだったら全然やりますんで、A8 ネットさんとかね、アクセストレードさんとか、バリューコマースさんとか、アフィリエイト B とか、こういう AFB っていうのはね、使っていきますけども、ただちょっと情報商材系っていうのは、私が情報商材を作ったりとか、販売してる経験もあるんで、やっぱりね、選ばせてもらいますけども、ちょっとね、少なくとも私がね、試してないものとかは、ちょっと紹介はできないなっていうことと、私が紹介するにしても、むちゃくちゃ消極的に、まあメールマガジン見てくださってる方なら分かると思うんですけど、私は自分の記事が終わった後に、ここから広告ですっていう風に、はっきりと書いた上で、何のライティングもせずに、矢印して、何月何日まで限定 URL みたいな感じで、ものすごく素っ気なく書いてます。素っ気なく書いてるんで、もう広告ってこともはっきりしてると思いますんでね。まあそれで、クリックして、
商品購入したんだったらもうそれはですね、読んだ人のもうこれは責任だと言わせていただきます。で、私は煽るような記事も書きませんし、登録して無料だから、やってくださいみたいなこと書きませんし、で、ASP さんからね、オプトイン系の ASP さんから渡されたコピーライティングも貼り付けません。ただ URL を紹介するだけにしときます。だから多分むちゃくちゃ制約率悪いと思いますし、まあバックエンドも多分ね、誰も買わないような気がします。まあそういうところを追求されて ASP さんから、ちょっとやり方を教えてもらえませんかとか来るわけなんですよ。でもまあ、こんなすごく消極的な方法ですよと。私はもう以前みたいにリストも取れないし、バックエンドセールスにもちょっと加担してないんで、多分売れないと思いますみたいな。で、そんな私でよかったらこれからも紹介してもらいたいですけども、まあ私もそんなにやる気が以前ほどはないですよ、ということをね、お伝えしていこうかなと思いますね。で、ちょっと話戻しますけども、投資系ですよね。個人のビジネスの中で投資系っていうのがあります。シグナルが出てその通りに買いましょうっていうのがありますけども、結局そのシグナルを見て、いくら、買うのか売るのかって決めるのは裁量になってきますから、シグナルだけで勝つことはできません。で、最近ね、AI トレードみたいなのも出てくると思うんですよ。AI で完全に自分で考えてこうトレードする仕組みなんですよって言いますけども、多くの方がね、全然、これね、分かってないと言わせてもらいます。AI っていう仕組みっていうのは、そんな簡単に我々の身近にはないんですよ。勘違いしないでほしいんですけど、AI っていうのは、量子コンピューターの上に成り立つ仕組みですからね。量子コンピューターを使ってない AI システムっていうのはないんですよ。ここもね、多くの方が分かってない。AI っていう言葉は知ってるけども、AI っていう言葉を分解したことがないと思うんですよ。AI っていうのは何かっていうとですね、量子コンピューターという次世代型のコンピューター、従来のコンピューターの1億倍の処理速度があって、電気の消費量もものすごく低いような、こういう優秀なコンピューター、これの上に成り立つんで、最近 Google がやっと買ったみたいなレベルなんですよ。だから今のところ、その巷に溢れてる AI なんとかっていうのは、それは商品名なんですよ。商品名として AI なんとかかんとかって書いてますけども、もうなんか量子コンピューター仕込みのなんとかかんとかっていうものではないですからね。単なる AI って書いてるだけですから。これはだから、アイデンティティインターネットみたいな、なんかの略語かもしれませんし、AI って書いてるだけかもしれませんけども、本来の量子コンピューターを元にした AI っていうのとは全く違うものだと思った方がいいです。で、そこからも先はね、皆さんの感じる好奇心のままに調べていただければいいんですけども、まだ我々が AI を数十万とか数百万で手にする世の中はまだ来てないです。まだ先です、だいぶ。AI っていうのはすごいんですよ。ビッグデータっていうのがまず根底になければなりません。じゃあ、例えばですね、まあ、FX とか株とかで AI システムとか AI トレードとかありますけども、ビッグデータを元にって言いますけども、そのビッグデータ誰が提供してるんですかってことも考えなければなりますよね。そんな数十万で買えるような、AI にシステムがもしあるとして、そこの、まず、根底にあるのは、ビッグデータがなくてはいけないんですけど、ビッグデータを、じゃあどっから入手してるんですかって話ですよね。ビッグデータを簡単に手放すような組織とか、投資会社なんてないですからね。で、そういうことを考えると、ビッグデータって言いますけども、Google に一番のビッグデータ集まってますけども、じゃあ Google さん、ビッグデータくださいってくれますかって話なんですよ。絶対くれないですよね。法的にも、それから、相対利益の関係からも、Google はビッグデータを手放しませんよね。で、YouTube もビッグデータ手放しませんし、Yahoo もビッグデータ手放しません。どこの企業もビッグデータが欲しいんだけども、手放さないわけですよ。だからね、AI システムなんとかかんとかっていうのが、ビッグデータを元にって言いますけども、それは、本来のビッグデータではなくて、まあ、情報多いですよ、みたいなね、ことをビッグデータって言ってるだけなんですよ。だってビッグデータっていう概念の基準はないですからね。ビッグデータって本来は、人類74億人の、そのほとんどの、ログを集めたものをビッグデータって呼ぶはずなんですけども、わずか数百人とか数千人のデータに対してビッグデータって呼ぶことも別に禁じられてないですからね。じゃあ、よくある AI なんとかシステムっていうものがあるとして、それも商品名ってことが分かったと思うんですよ。そこにはビッグデータも入ってないですし、量子コンピューターに基づくフィードバック機能も入ってないからなんですよ。ただ単なる商品名ですからね。そういうことを考えながら商品を選んでいただいたりとか、受信力ですよね。物事を見分ける力を、まあ身につけていただきたいかなと思います。で、そういうふうに考えていくと、アフィリエイト、転売、それから投資系って3つの3本柱がですね、本来見えてるものほど有利ではないってことに気づけるんではないかと思います。私は少なくともですね、アフィリエイトの5年間やってきたプロとして、
アフィリエイトをこれから先続けることは私はできないと思います。ここまでの私はアフィリエイトの金字塔というかね、メディアを築いた私でももうこの先はできないと思いますんで、私よりもメディア量が少ない方はもっと難しいと思います。ほとんど不可能だと思います。それでできてるんだったら大したもんなんで、それはそれでね、あり得ると思いますんで、そこまでは否定しませんけども、もしこれからアフィリエイトで一山当てようという方がいるんでしたら、私が今まで発信してきた厳しさのレベルを100倍ぐらい超えたところにその本当の厳しさが待ってますから、その労力を考えるとですね、まあ時給800円とか、月給20万とか30万の方が、およそ効率的であるんではないかなというふうな気がします。で、次に転売なんですけども、転売の方も市場化かなり厳しくなってきたんで、相当ですね、学び方とか、根性の入れ方を考えないと、多くの稼げない転売屋さんになってしまいます。稼げない転売屋さんがどういうことをしているかというと、稼げないもんだから自分の購入した在庫を、購入金額以下で販売して、それがトップセラーさんに、根こそぎ買われてトップセラーさんがさらに儲かる仕組みに組みしてるってことになります。この仕組みをよく考えた方がいいんですよ。だから3万円の商品を買って2万5千円くらいで売る羽目になって、その2万5千円で買ったトップセラーさんが、3万5千円くらいで販売して大きな利益を上げて、さらにコンサルが売りやすくなってるって仕組みですよね。で、こういうこともよく考えたときに、私はもう今後ですね、速稼塾ってものの塾運営は基本的に有料ではできないなと思います。私がお伝えするノウハウなんてのは、もうね、そんなにね、マネタイズに有利なもんではないと思うんですよ。もともと世の中に溢れているものを、この私のマインドセットってものに、ここプラスしてですね、成功する仕組みってのをお届けすることもできましたし、時代がまだね、飽和してなかったと思いますので、できましたけども、これからはですね、自分自身で新しいビジネスを考えていく脳を持たない限りは、人がやってるビジネスを学んで真似してってことでは、もうやっていけないと思います。同じ転売をするにしても、多くの人がやってるもの、例えばクリスマスに販売してるようなね、クリスマスセドリみたいなのありましたけども、もうやってないですよね、誰もこれね。やってる方はいるかもしれませんけども、極端に減ったということは、データから見ても私は明らかだなと思っています。クリスマスにこういうものが売れるっていうものがもうなくなってきて、クリスマスだからこそ、こういったものが先に仕入れられてしまって、市場を、まあ、完全にね、価格競争に陥らせてしまって、結局、みんなで何やってんだってことになってしまいますよね。で、そうなると、今まで、やってきたことっていうのが全て、瓦解する入り口にかかってしまったんではないかなと思います。今の時点でなんとかなっても、これが、例えばね、1年後とか2年後まで、同じことを繰り返してなんとかなるかって言ったら、多分先細りのまんまだと思います。で、先細りになるもんだから、コンサルを一生懸命売ることによって売り上げを維持しますけども、コンサルを売った結果、ライバルが増えてるってことをね、やっぱりね、塾の運営者とかコンサルの販売者さんっていうのはよくよく考えた方がいいと思うんですよ。自分の弟子が売り上げを上げるってことは市場が奪われている。しかもその原因を自分で作っているってことですから、慎重になった方がいいかなと思います。もちろんあやふやなノウハウを売り添ったらこういうことを恐れる必要はありません。弟子が稼ぐことはもう奇跡的な確率でしかないんで、自分の売り上げが上がるだけで市場はなくなっていきませんからね。結局こういう風な形でですね、誠実にやってる人は市場を奪われて、なんか、ずるいことをやってる人は市場を広げるというね。妙な形になってきてしまうんでね。私の場合は、ちょっともう塾の販売ってのは、基本的にもう、なしということにさせていただこうかなと思います。で、無料でどんどん出すってことじゃないです。もう、今まで、なんかファイナルってのもやりましたけどもね。そこまでの方が私の縁だと思います。で、こっからは、私ではなくて、私から始まる方とか、私とは関係ない方が提供するものを選んでいただくっていう、そういう市場に期待しようかなと思いますよね。そういう意味で私はもう完全にビジネスを撤退して隠居という形を取らせていただきます。あとは気分次第で、これは非常に大事だなと思うものを提供したり、これは費用をいただいた方が受け取った人が喜ぶなってものに価格をつけたりってことをさせていただきますけども、前々から申し上げてますけども、私は自分の生活費とか自分の売り上げのために金額をつけて売るってことはもうそういうレベルではなくなったんで、そういうことはしません。私が求める売り上げのレベルっていうのもこの程度だったといえばこの程度だったんですけども、まあ家があって適当に収入があって暗号通貨で自分の未来の所得もこれでほぼ確定してってことを考えると、無理にですね、今月の売り上げ100万とか200万目指す必要もないんで、まあ、あとはですね、人に喜んでいただけるようなものだけを提供していって、たまに有料で売るものも作っていこうかなっていう、すごい緩いビジネスになっていくかと思います。まあ、ビジネスとは言えないですね。もう完全に提供の概念だと思います。この辺はまた詳しくね、お伝えしようかと思いますけども、今日の動画、まとめさせていただくと、まあ、そうですね、ビジネスっていうのが、私の目から見える範囲でですよ。私の目から見える範囲で申し上げますけども、
これから今までやってきた個人ビジネスっていうのは終わりを迎えていくんではないかなってことですよね。まあ、だから、私としてもビジネス発信は随分前からもうしてないと思うんですよ。アフィリエイトで稼ぐ方法とか、転売で稼ぐ方法とか全くやってないですよね。全然もう、その2015年から16年にかけて、もう私はそれで最後だったのかなと思います。で、速稼塾ファイナルっていうのをね、2017年やらせていただきましたけども、もうコンテンツの大半がですね、思考をどのように鍛えていくかってことにフォーカスされていたと思うんですよ。そして受信力を高める。思考が鍛えられるから受信力が変わってくるってことなんですよ。その次に、まあ、ビヨンドってもので、今度発信力を作っていきましょうっていうのをやりました。発信力を鍛えることっていうのは受信力がしっかりと身についてなければ難しいものではあるんですけども、ただ、少なくとももう発信力っていう第一段階。悪いことを言わずにいいことを言いましょうみたいなことはね、十分皆さんできてると思うんで、速稼塾ビヨンドの方も、まあ、これでね、一件落着かなと思います。あとは、私の、まあ、ボーナストラックと言いますかね、速稼塾ビヨンドに関しました、恒例のですね、速稼塾恒例の延長期間に入りますので、こっから、さらに、濃いコンテンツをお送りして、皆さんのお役に立っていただければなと思います。で、そして最後に残った、講師代理でやっていただいているね、速稼塾ビヨンドの、レジェンドの件ですけども、こちら、上田さんと共に、これからも、あと、数ヶ月ね、やらせていただこうかと思います。少なくとも私は速稼塾レジェンドに関しましては、参加した方全員に、実践会っていうのが、完成するまでは、続けていこうかと思います。まあ、これは、講師のね、上田さんとも、ちょっと打ち合わせをしなければなりませんけども、まあ、生徒さんにはね、沖縄の方もいらっしゃるんですよ。で、福島県の方もいらっしゃるんですよ。うん。まあ、この程度だったら私は全然行けますね。もう、すぐにでも行けますんで、しっかりと準備をして、来て、いきなり行っても困ると思うんで、ちゃんと日程をすり合わせて、どういうことをやるのかを決めた上で、伺おうかなと思います。まあ、今回の講師は私ではないんで、私が言っても邪魔かもしれませんので、許される範囲で私はね、動いていこうかと思いますけども、基本的には講師の上田さんにお願いする部分が多いかなと思います。まあ、そういった形でですね、ビジネスっていうのは大きく形を変えて、これからはちょっと別のものになっていくんではないかなと思います。基本的にはね、そのビジネススクールっていうのは無料で運営する時期に入ったんではないかなという気がしますよね。で、何が有料かっていうと、どのように自分のファンを作るかっていう、この受信力と発信力の繰り返し、これはですね、まだまだ有料の時期が続くと思うんですよ。まあ私はそこまで有料でやろうと思いませんし、これからなんかね、また速稼塾の新しいポジションを作っていくっていうのはあまり考えてないです。もうこれからは毎日のライブ放送をしっかりとやらせていただいて、その中でコアなファンの方とかね、本当に繋がっているなという方に対して、私が独断と偏見で細かくね、どんどんコンテンツを提供していこうかなと思うんですよ。もう完全にこれはね、押し売りというか、価格はつけないまでも、どんどん、あ、この人にはこれが足りないなと思う。私が判断したら、ダーッと送り続けていくと。頼んでもらえないのに送っていくということね、しようかなと思いますよね。うん、で、カリキュラムに耐えられない人には何も送らないみたいな、ね。こういうようなことをしていこうかな。まあ、いろいろ考えてるところですけどね。まあ、とにかくこの動画のね、まとめをもう一回させていただくと、今までの個人ビジネスっていうのははっきり言ってそんなに先が明るいもんではないってことはよく認識しながらやってください。今まではそうではなかったかもしれません。ずっとね、広がっていく市場だったと思いますけども、この市場自体がもう荒れてしまって、あとは、まあ、マーケットがそんなに広くなかったってことなんですよね。マーケットが実際そんなに大きくなくて、広がるもんでもなかったっていうところから、まあ、個人ビジネスがね、まあ、これからはバブルというか、弾けてしまうんではないかと思いますね。インターネットの、ビジネスの中ですごく大きな組織がいくつかありましたけれども、それも今はだいぶ機能しなくなっているんではないかなって気がするんですよ。で、私もね、速稼塾っていうのを運営してましたけども、基本的に速稼塾ってアフィリエイトはやってないんですよ。速稼塾を紹介したらいくらあげるから紹介した方がいいよっていうのからやってないんですよ。もう、何ですか、シングルレベルマーケティングなんですよね。このマルチレベルマーケティングではなくて。私が直接売った人から、今までは費用をいただいてたけども、その人が誰かに紹介したからって言っても、何もないというのを前提でやってたんですよね。で、たまにキャンペーンでちょっと紹介料出しますみたいなのやりましたけど、本当にたまになんですよ、ああいうのは。基本的には何もないですから。その紹介料欲しさに、自分の属している組織をうまくいいように見せてっていうことを防止するために私はその紹介料制度っていうのをね、基本的には嫌ってたんですよね。で、他の方にも速稼塾を紹介することを勧めなかったということなんですよ。属していることすら私は別に言わなかったですかね。で、そこに来てるんですよ。
私は自分の弟子がこんな売り上げを立てたから私はすごいんですよ。すごい指導者なんで、速稼塾入りましょうって進め方も、これは私全然ね、これ向かないなと思ってるんですよ。こういうやり方は。だから、弟子がどんだけ売り上げを上げて、どんだけ成長しても、それはその弟子の方がですね、頑張っただけで、私はあんまり役に立ってないっていう風なスタンスで今でもいます。私がすごいことをしたから、だからこの人が育ったみたいなことをね、誇る方いますけども、それはそれでいいと思います。私はそれはしないんですよ。したくないですよ。これからもあんまりしたくないですよね。ただ、人が評判を立ててくれるのはいいと思います。嬉しいと思います。何々さんは速稼塾に入って久保さんに会ったからすごく変わったよねっていうのを噂してくれるのはいいと思うんですよ。でも私がですね、自分で自作自演みたいに、いやこの人素晴らしいでしょ、私の弟子なんですよみたいな言い方、ちょっとねせこいというか、そこまで余裕がないことをしないと、なんかね、自分のコンテンツを肯定できないのかって思っちゃいますからね、うん、だから私も基本的に質問とか募集しないんですよ。皆さん何か質問ありませんかって聞かないでしょ。どんなことを聞きたいかって、その自分で予測できて、自分でね、テーマを決められないと、プロじゃないかなと思いますよ。そんな人から質問いただかないと、どんな質問があるのかわからないっていうのはね、ちょっとコンテンツ提供者としては、いまいちなところなんではないかなというふうな、基準値を自分に課しています。もちろん、質問募集される方がいてもね、それをね、揶揄したり否定するつもりはない。そういうやり方もあります。それもコミュニケーションの一つですから、十分やっていただいていいかと思いますけども、私はそれをずっとしてこなかったし、これからもしないということですよね。質疑応答の時間っていうのはもちろん必要だと思いますけども、多分私のセミナーが終わった後って聞くことないと思うんですよ。なぜなら聞きそうなことをセミナーの中に織り込んでるからなんですよね。で、それがセミナーのやり方だと私は思ってます。で、これからもですね、セミナーはやりませんけども、ライブ放送する中で、まあちょっと聞いてみようかなと。腹が立つけどチャンネル合わせてみようかなという方でいいんでですね、お付き合いいただければと思います。これからもよろしくお願いします。それではもうすぐね、夕食の時間が始まると思いますので、皆さんでね、楽しい夕食を取られてください。それではいただきます。失礼します。